パタヤビーチが一望できるパタヤヒルっていうところに行ってきましたのでご紹介します。パタヤ中心部のマップです。この赤いところ、赤いマークがパタヤヒルズのロケーションになります。この赤い点がパタヤヒルです。林を切り開いて作られた道の中をこう登っていく感じになります。この青い線が道になっていて、下から車またはバイクで登ってくる感じです。僕は週末に行ったので片側が路中の車で結構埋まっていて、登り着くまでに少し時間がかかりました。青の矢印のところまで着くと、そこで降りて、車は緑の方向に向かって進んで、そこが正規の駐車場になってます。ニコニコ顔のところが展望台になっていて、青の矢印のところからニコニコ顔のところまで赤線のところを歩きます。先ほどの地図の赤線のところをずっと歩いています。右側にはお菓子やコーヒーショップや、ちょっとしたお土産屋さんみたいな出店が続いています。この方は海軍の父と呼ばれているクロムルアン・チムポーン・ケート・ウドムサック、俗に言うチムポーン神王という方で、彼はラマ五世の28番目の男の子として生まれ、13歳から6年間イギリスで海軍を学び、帰国後はタイの、海軍の近代化に尽力をしたということです。では展望台を見てみましょう。はい、ここが展望台です。観光客の方がたくさん来てます。でも週末だけどこんなもんかなって感じでしたね。さて、このコンドミニアムが問題なんです。このコンドミニアムはですね、本当パタヤの、ポートの近くに立つ高級なコンドミニアムの建設だったんですけど、景観を害するということで建設中止に追い込まれたそうです。で、そのままもう何年経ってんだろう、5、6年経ってんのかな、そのまま放置されていて、ずっとこの景観、この建物は建設途中のままなんです。向こう側がパタヤの北側です。で、ビーチがちっちゃく見えますけど、あれがパタヤビーチです。しばらくご覧ください。Couldn't Lama 5 have many sons. Oh. This is one of the sons. Yeah, couldn't be a Lama 6. Yeah. Mm. Mm? Cannot get, couldn't no, get no, that no. Lama 6. No. No. Right. His brother the Lama 6. Yes.
赤線をつけた通り、ここがパタヤウォーキングストリートになります。こちらは逆側にある眺めです。あんまり目立った建物がないので、パタヤビーチ側の眺望に比べてすごく地味な眺めになってます。今から見えてくる筒のような建物、ここでは爆竹が鳴らされます。中国では旧正月に聞かれるような爆竹、パン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 というのやつがここで鳴らされます。いかがだったでしょうか。パタヤを一望できるスポットの紹介でした。一度は行ってみてはいかがでしょうか。